国内観光地での第6回、近畿地方の観光地です。まずこの講座で使用するテキストを紹介します。各動画で使用するテキストは、ご覧の URL からプリントアウトまたはダウンロードすることができます。アドレスバーに直接入力してください。また最近では、旅行管理者講座へようこそと検索しても出てくるようです。これを事前に用意して動画を見ながらメモを取るなどすると、知識の定着が早まると思います。A4 サイズがおすすめです。第6回は、ナンバー24の三重県の観光地から、ナンバー30の兵庫県の観光地までが使います。ご覧の枠の中です。今回は7つの府県が含まれ、ボリュームがいつもよりも多いので、テンポよく行きます。では早速始めます。まず地図を見てください。色のついている部分が今回の範囲である近畿地方です。近畿地方だけ拡大します。この中で色が変わっているのが三重県です。三重県の拡大図です。三重県第一の観光地は、江戸時代から庶民のお伊勢参りの地である伊勢市です。さらに南に志摩半島、また内陸部にも特徴のある観光地があります。まずその伊勢市。名古屋から近鉄の特急や JR で行くことができます。また少し南の鳥羽は、愛知県の伊良湖とフェリーで結ばれています。最初に取り上げるのが伊勢神宮です。江戸時代の中期以降、庶民によるお伊勢参りが流行しました。全国から多くの人が訪れ、八木さん北さんで知られる東海道中膝栗毛もこれがテーマになっています。内宮と外宮があります。二見ヶ浦は伊勢神宮から少し離れたところにある海岸線です。そこに夫婦岩があります。二つの岩がしめ縄で結ばれている景観で知られています。以前のお伊勢参りの雰囲気を再現したのがおかげ横丁です。伊勢の代表的な建造物を移築しました。次は伊賀市です。内陸の町です。ここは忍者と松尾芭蕉で知られています。町のシンボルは伊賀上野城。藤堂高虎によって築かれました。別名白鳳城です。藤堂高虎は宇和島城や今治城も築城しました。現在このお城の周りは上野公園になっています。その上野公園にあるのが伊賀流忍者博物館です。伊賀市は伊賀流忍者で知られています。忍者ショーが催されたり、いろいろな資料を展示しています。伊賀のもう一つの観光資源は松尾芭蕉です。聖火と記念館があります。聖火の離れは長月圏と言います。伊勢市から南の方の海岸線はリアス式海岸になっていて、少し入り組んだ海岸線に大小様々な島があります。牡蠣などの海産物も豊富です。まず、阿護湾です。明治時代に三木本幸吉がここで真珠の養殖に成功しました。2016年には G7 サミットが賢島で行われました。賢島には大小様々な島影が浮かんでいます。次は志摩市にあるパルケ・スパーニャです。スペインをテーマにした娯楽施設です。パルケはスペイン語で公園、エスパーニャはスペインの意味です。また愛知県に近い桑名市には長島スパーランドという娯楽施設があります。次は三重県のその他の観光地を見ます。内陸部の渓谷と木曽川、長良川、揖斐川に囲まれた地域です。内陸部には赤目四十八滝があります。赤目渓谷にあるたくさんの滝です。三重県の最北部、愛知県に近いところにあるのが菜花の里です。植物園です。植物園ですが他の遊園地や温泉などと合わせて一大レジャー施設になっています。特にイルミネーションが美しいことで知られています。関宿は東海道の街並みが残っており、参勤交代やお伊勢参りの人々が往来しました。当時の街並みが約 1.8 キロにわたって続いています。温泉はご覧の2つを取り上げます。長島温泉は付近の遊園地や菜花の里、長島スパーランドと合わせた観光が楽しめます。比較的歴史の浅い温泉です。もう一つは歴史の深い榊原温泉。枕草子にも登場しています。特産品です。焼き物として萬古焼き、四日市で焼かれます。手こね寿司は三重県南部の郷土料理です。あとは伊勢と名前がつく伊勢海老と伊勢うどん、それと松阪牛。松坂と濁りません。以上で三重県終わります。次は滋賀県です。近畿地方、拡大図。色のついているところが滋賀県です。滋賀県の拡大です。滋賀県は中央部に琵琶湖があり、県の面積の6分の1を占めています。この周辺に特徴のある景観、多くの観光地があります。また都に近かったため、多くの歴史に関する建築物が多いです。まず中央部にある琵琶湖です。南部の大津が県庁所在地です。
また少し北の坂本地区には多くの寺院があります。東側には彦根や近江八幡などの都市があります。まず地図の中央部にあるのが琵琶湖です。南の大津は次の項目で寺社を中心に取り上げます。ここでは自然として竹生島と余呉湖を取り上げます。琵琶湖、日本最大の湖ですね。それから北の方に浮かぶのが竹生島です。信仰の対象です。お寺と神社があります。国宝に指定されています。また最近はパワースポットとしても人気があります。琵琶湖のさらに北の方に余呉湖という湖があります。小さな湖です。琵琶湖との間は静ヶ岳という山、これは秀吉と柴田勝家が戦った古戦場がありますが、ここで分けられています。琵琶湖の東側に長浜という町があります。秀吉が初めてお城を持ったのが長浜城で、そこの城下町です。現在は町並みを生かした黒壁スクエアという観光スポットがあります。次は大津にある寺社を見ます。ここにはたくさんの著名な寺院があります。まず最も有名なのが比叡山延暦寺、滋賀県にありますが古都京都の文化財の構成要素です。次は石山寺、紫式部がここで源氏物語の構想を練ったということで知られています。源氏の間があります。三井寺、正式名称は御成寺です。ここは鐘の音、夕方に聞く三井の晩鐘ということで知られています。5ページ、日吉大社は全国にある比叡神社、山王神社の総本宮です。秋のもみじの名所として知られています。最後は西教寺、天台新聖宗の総本山です。明智光秀やその一族の墓があります。これは令和2年に総合管理者試験で出題されています。この年の NHK の大河ドラマの主人公が明智光秀でしたので、おそらくその関係で出題されたものと思われます。先ほど秀吉が初めて持った城が出てきましたが、他にも滋賀県には多くの武将が築城しました。まず彦根城です。天守は国宝です。幕末に桜田門外の変で倒れた井伊直弼をはじめとする井伊家の居城です。次が安土城の跡、安土桃山時代の安土で織田信長の居城跡です。その他の滋賀県の観光地です。伊吹山、県の東側、岐阜県との県境にある最高峰の山です。植物が多く、研究者にとっては貴重な山だそうです。ドライブウェイで9合目まで行くことができます。次は代表的な観光資源。まず温泉です。琵琶湖のほとりの高台に立つのが小琴温泉です。西に比叡山、東に琵琶湖、眺望の良い温泉です。次、特産品。信楽焼、これは狸の置物で知られています。船寿司、琵琶湖産の船と、だから近江のお米、これを使った日本古来の慣れ寿司です。発酵食品ですので独特の匂いがあります。最後に鴨鍋、琵琶湖には冬にシベリアから鴨が飛来し有名になっています。以上で滋賀県を終わります。次は京都府です。近畿地方、その拡大です。色がついているのが京都府です。さらに京都の拡大図です。京都は人気観光地で、これまでの地域以上の観光地があります。ここでは箇条書きスタイルを対応して説明文を少し押さえています。まず京都の北西部の主に丹後半島あたりの観光地を紹介します。まず天橋立です。日本海に面した宮津湾にある景勝地です。日本三景の一つで、古くから日本人に馴染み深い景観です。その下、稲の船屋、これは丹後半島の稲地区にある独特の建築構造です。1階が海につながっていて船の収蔵庫になっています。2階が住居になっていて道路に面しています。まとまって残っているのはここだけだそうです。次に保津峡、京都市の北部にある亀岡市から嵐山の渡月橋までの渓谷です。船下りや観光列車トロッコ号で下ることができます。古都奈良の文化財です。17の構成資産のうち16が京都府にあります。これが世界遺産古都京都の文化財の構成資産です。これらは何が出題されてもおかしくありません。ここでは手短にポイントのみを指摘します。まずこの中で一番北にあるのが上賀茂神社です。境内が広く、途中には馬場があります。そして下賀茂神社。この上賀茂神社と下賀茂神社、葵祭りが行われます。京都駅の近くで高い五重の塔があるのが東寺です。正式名称は京王五国寺です。せり出した舞台で知られる清水寺。南東部で少し離れたところにあるのが醍醐寺です。秀吉の醍醐の花見で知られています。市内のお室にあるのが仁和寺です。皇族が住職を務め、
御室御所と呼ばれます桜の名所です。これです。桜にはちょっと早いようです。北西部にあり鳥獣人物戯画で知られるのが高山寺です。西宝寺は別名苔寺、無双祖師という作庭の名手が整備しました。7ページの金閣と銀閣、これはコメント不要でしょう。正式名称を知っておきましょう。天龍寺は京都五山第一の名刹です。大きな庭園が特徴です。石庭で知られるのが龍安寺です。白い砂を敷いた庭に15の石があります。京都駅から堀川通りをちょっと進むと本願寺、西本願寺です。さらに北の方では大政奉還の舞台二条城があります。京都市の南の宇治市には平等院があります。鳳凰堂で知られます。その近くにあるのが氏神神社です。最後は京都ではなくて滋賀県大津にあるのが延暦寺です。京都は世界遺産登録地以外にも著名な寺院があります。市街地のかなり北の方にあるのが三千院と寂光院です。三千院は京都大原三千院という歌で知られます。寂光院は平清盛の娘である建礼門院徳子が晩年を過ごした場所です。同じく北の方ですが少し西に寄った方に鞍馬寺と貴船神社があります。鞍馬寺は牛若丸、義経の逸話、貴船神社は夏の川床料理で知られています。市街地に入った方の八坂神社、祇園祭りで知られます。次は平安神宮、この中では比較的新しい神社です。時代祭りが行われます。北の天満宮は学問の神様である菅原道真を祀っています。少し南にあるのが千本鳥居で知られる伏見大社です。少し前にミシュランのグリーンガイドというガイドブックにも掲載されました。次にお寺や神社以外の京都市内の観光地を2つ挙げます。まず三年坂、清水寺の参道として古くから親しまれています。京都らしい風情が残り土産物屋などが並んでいます。次は嵐山、ここも京都を代表する観光地です。特に渡月橋がシンボルです。ここから嵯峨野にかけて散策をするという観光客も多いです。次は代表的な観光資源、まず祭りです。京都には京都三大祭りという分類があります。上賀茂神社、下賀茂神社で毎年5月に行われるのが葵祭り、それから八坂神社で毎年7月に行われるのが祇園祭り、特に山鉾巡行で知られています。秋の10月、平安神宮で行われるのが時代祭りです。延喜から明治までの時代絵巻と言われます。それ以外でも五山の送り火、毎年8月ですね、お盆の行事です。それから鞍馬の火祭り、大小500本の松明が夜空を照らします。火祭りは今回この後の和歌山でも那智の火祭りが出てきます。特産品は高級なお土産と言えるでしょう。西陣織、高級絹織物です。それから清水焼、もともとは清水坂付近の窯元で焼かれていたそうです。以上で京都府終わります。次は奈良県です。色のついている部分が近畿地方です。拡大図です。紀伊半島の真ん中が奈良県です。奈良県の拡大図です。奈良県、特に奈良盆地の周辺は古代国家の始まりの地で、奈良時代を含めてその当時の多くの寺社があります。まず古代ロマンの地、飛鳥村です。飛鳥を代表する観光スポットといえば石舞台古墳です。周りの部分はなく石室のみが露出しています。奈良時代の豪族である蘇我の馬子の墓ではないかと考えられています。その蘇我の馬子が建立したのが飛鳥寺、阿呉院とも言います。この寺は大阪の四天王寺と並ぶ日本最古の寺院です。この地域には古墳が多く、その最も有名なものは高松塚古墳です。1972年に発見された彩色壁画、これが戦後最大の発見と言われています。また近くには木虎古墳もあります。次は古都奈良の文化財。奈良県には世界遺産登録地が2つありますが、まず古都奈良の文化財です。まず奈良の大仏があるのが東大寺、南大門や二月堂などもあります。朱塗りの社殿が美しいのが春日大社、ここには万葉植物園もあります。建築物以外に春日山原始林も世界遺産の構成要素です。天然記念物でもあります。猿沢の池から景観が美しい五重の塔で知られるのが興福寺です。最近300年ぶりに復興しました。手前が猿沢の池、奥が五重の塔です。猿沢の池の少し南に古い町並みが残る奈良町という地域があります。そこにあるのが元興寺です。薬師寺には東と西の2つの塔があります。塔は創建当時のもので、
明治時代に外国人建築家がコーレル音楽と評したと伝わっていますが、真偽は不明だそうです。失明しながらも来日した鑑真和上が建立したのが東照大寺です。平城宮のあったあたりは歴史公園になっています。法隆寺地域の仏教建造物、奈良の西側の斑鳩という地域には、平城京よりも前に仏教に関連した建築物が建てられ、古都奈良とは別に世界遺産に登録されています。まず世界遺産の名前にもなっている法隆寺、世界最古の木造建築群として知られています。五重塔以外に夢殿、百済観音なども国宝になっています。もう一つが法起寺、法隆寺の近くにあります。聖徳太子ゆかりの寺院です。三重塔で知られます。以前は法起寺とも呼ばれていました。今でもそういう武士とも多いと思います。しかし、法起寺を正式名称としたそうです。その他の奈良県の観光地、中部から東部にかけての寺院と中南部の観光ポイントです。まず、長谷にあるのが長谷寺です。真言宗武山派の総本山です。花が多く、花の御寺という言い方もあります。特に牡丹で知られています。さらに東側の三重県に近い方にあるのが室生寺です。高野山が女人禁制であることに対して、女人にも開かれたことから女人高野という別称があります。また優美な五重塔でも知られています。吉野山、これは奈良県のほぼ中央にあります。桜の名所です。たくさん咲いていることから一目千本とも言われています。また南北朝の歴史の舞台でもありました。奈良県南部の十津川はかつて秘境と呼ばれていました。ここにあるのが生活用としては日本一長い吊り橋である谷座の吊り橋です。次は代表的な観光資源、まず特産品です。赤肌焼き、奈良市やその周辺で焼かれる焼き物です。その名の通り、赤みを帯びた土で焼かれます。奈良県は柿の木が多く、収穫量は日本有数です。その葉を使った名物が柿の葉寿司です。祭りイベント、まず冬の風物詩、若草山の山焼き、毎年1月に行われます。もう一つは、春が近づく頃、東大寺で行われますお水取りです。正式には修二会という名前です。以上で奈良県終わります。次は和歌山県です。近畿地方のうち、色のついているところが和歌山県です。拡大図です。和歌山の観光といえば、まず世界遺産、紀伊山地の霊場と参詣道が挙げられます。南の熊野地方と北の高野山などが含まれています。これらは文化的な側面に意義がありますが、観光地という側面からも和歌山県を特徴づけています。もう一つは南紀地方の海岸線です。独特の景観や温泉地など豊富な観光資源があります。まず熊野三山周辺です。南部の熊野地方は神武天皇の熊野上陸の時代から修験僧の時代を経て現在でも観光地として親しまれています。最初が熊野本宮大社、田辺市にあります。当初は川の中洲にありましたが、明治時代に現在の地に移築されました。当初の場所は古代この地に神が降臨したと伝わります。神武天皇を大和まで先導したと伝わります八田ガラス、三本の足のあるカラスです。これが導きの神として信仰を集めました。現在はいろんなお土産のモチーフになっています。次は熊野那智大社と西岸都寺、これは二つ並んでいます。もともと神と仏は同一でしたが、明治になって分かれました。那智大社では毎年7月那智の火祭りが行われます。西岸都寺は神社と一体でしたが、明治になって分かれました。近くの那智の滝の景観と合わせて知られています。手前の塔が西岸都寺、奥に見える滝が那智の滝です。その那智の滝ですが、133メートルで一段の滝としては落差日本一です。滝自体が御神体で、広尾神社があります。最後に熊野早玉大社、新宮市にあります。新宮の市街にありまして、この中では一番行きやすいです。次は歴史を離れて、南部の自然景観です。最初は円月島。この地域のシンボル的な存在です。名前の由来ですが、2つの島がくっついて真ん中にぽっかりと穴が開いた円月の形をしたということです。この形です。次は千畳敷と三段壁です。いずれも海岸線にできた自然景観です。大きな岩盤と断崖絶壁です。これらの近くにあるのがアドベンチャーワールド、テーマパークです。遊園地や動物園などがありますが、有名なのはパンダがいるということでしょう。少し離れた紀伊半島の最南端近くに橋杭岩があります。大小40余りの岩の柱が列になっています。これが橋の杭に似ているためにこの名前になりました。その他の和歌山県の観光地、これまでの分け方に属さない観光地を2つ取り上げました。
最初は高野山です。これも世界遺産の構成要素です。金剛峰寺を中心に多くの寺院などがあり、宗教都市を形成しています。もう一つは土呂経です。和歌山県だけでなく奈良県や三重県にもまたがっています。国の特別名勝の峡谷です。土呂または土呂とは流れが緩やかな場所という意味だそうです。埼玉県で長瀞が出てきました。次は代表的な観光資源です。まず温泉です。温泉は3つ取り上げました。これらをまず押さえておきましょう。白浜温泉は古くから知られた温泉です。この地の古い名前を取って室のお湯と言われることもあります。湯峰温泉は熊野詣の前に身を清める湯ごり場として知られます。特に壺湯という共同浴場が世界遺産にも登録されています。最後は龍神温泉、美人の湯として知られています。次は特産物、めはり寿司。三重県から続く熊野地方の郷土料理です。握り飯を高菜で進んで口を大きく目を見張って食べると、ここからめはりという説もあるそうです。次は梅。和歌山県は梅の栽培面積、出荷量とも全国一です。梅干しやスイーツがお土産として人気があります。以上で和歌山県終わります。次は大阪府です。近畿地方のうち大阪はこの位置にあります。拡大図です。大阪府は面積が小さいので相対的に観光地が少なく、また商業地域が多いこと、受験生が多いことなどから試験ではあまり出題が多くありません。代表的なものをいくつか絞って見ていきます。まず大阪市内の観光地、古くから知られた神社仏閣と比較的新しい観光スポットを取り上げます。まず大阪城、秀吉によって築城されました。豊臣氏の滅亡によって一度は焼失しました。現在のものは昭和になって市民らの寄付によって建造されました。付近は公園になっています。大阪南部の新世界というところに通天閣があります。天に通じる建物という意味で通天閣と命名されました。これも1956年に再建されました。ビリ建造で知られています。ハリウッド映画をテーマにしたのがユニバーサルスタジオジャパンというテーマパークです。日本有数のテーマパークです。そこと川を挟んで向かい側にあるのが水族館である海遊館です。大きなジンベエザメが泳いでいます。ユニバーサルスタジオジャパンとは船で行き来できます。菅原道真を祀った天満宮は全国にありますが、大阪では大阪天満宮があります。ここの天神祭り、これが日本三大祭りの一つと数えられています。毎年7月に行われています。四天王寺は聖徳太子が建立した寺院です。日本最古の仏教寺院の一つです。商売の町大阪には、商売繁盛の神様である今宮恵比寿神社があります。1月に行われます例大祭、東海恵比寿、ここにはたくさんの人が毎年訪れます。大阪市南部にある住吉大社、これは海上安全の神様として知られています。近年は大阪のパワースポットとして人気もあります。その他の大阪府の観光地、大阪市の北の箕面市と南の堺市にある観光地です。大阪市の北の方にある箕面、そこに箕面の滝があります。国定公園に指定されています。紅葉の美しさでも知られています。大阪市の南の方の堺市や羽曳野市、藤井寺市は周辺に古墳が多いところです。堺市にはこの仁徳天皇陵があります。日本最大前方後円墳です。2019年、この地域を含めて世界遺産に登録されています。次は代表的な観光資源、大阪府は祭りです。この3つを取り上げます。2つはすでに出てきました。大阪天満宮の天神祭り、陸渡御、それから船渡御で知られています。今宮恵比寿神社の東海恵比寿、最後に南部の岸和田で行われるだんじり祭りです。毎年9月岸木神社で行われます。他の地域では屋台とか出汁とか呼ばれますが、だんじりと言います。これを引き回す勇壮な祭りです。以上で大阪府終わります。次は兵庫県です。近畿地方のうち色のついたところが兵庫県です。拡大図です。兵庫県は南部が瀬戸内海、北部が日本海に面しています。瀬戸内海側は神戸から姫路まで観光地が続きます。また中部から日本海にかけては自然が豊かな地域です。まず神戸市です。大都市ですが異国情緒にあふれた町で、また自然も豊かです。都市型の観光や歴史散策などが楽しめます。まず六甲山、神戸市街の北にある山並みの総称です。自然に恵まれ、様々な行楽施設に加えて夜景も綺麗です。またロープウェイで近くの有馬温泉に行くこともできます。次はポートタワー、神戸港につながる人工島です。メリケンパーク、ポートタワー、グルメやショップが楽しめます。高台の方にあるのが北の異人館街です。開港され入ってきた外国人専用の住宅跡です。様々な名前について館があります。次は地域でなく項目です。まず城と城郭、2つ取り上げます。日本で最初に世界遺産に登録されたうちの一つが姫路城です。別名白鷺城です。
少し前ですが、平成の大修理が終わり、一段と白くなったようです。次は天空の城と呼ばれる竹田城跡です。朝来市にあります。秋から冬にかけて霧が発生し、雲の上に顔を出します。そのため天空の城とも呼ばれます。なおこれに似て、同じく天空の城と呼ばれる城として、福井県の越前大野城、岡山県の備中松山城などがあります。この竹田城が火付役と言えるでしょう。兵庫県には市が運営している有名な記念館があります。二つ取り上げます。手塚治虫記念館と谷崎潤一郎記念館です。手塚治虫記念館は宝塚市の記念館です。ヨーロッパの古城に似た外観で知られます。谷崎潤一郎記念館は芦屋市の施設です。組み合わせ問題になるかもしれませんが、谷崎潤一郎は過去何度か出題例があります。その他の兵庫県の観光地、これまでの区分に属さないものとして、次の各観光地があります。玄武洞は日本海に近い豊岡市にあります。洞窟です。山陰海岸のジオパークを代表する景勝地です。その少し南に伊豆市という町があります。古い町並みが残っており、この地方の古い名前である田島の小京都と呼ばれます。観光スポットは伊豆市場や明治時代の時計台の跡、新古楼などです。また歴史の舞台でもありました。本州と四国はルートが3つあります。そのうちの一つが淡路島を経由する明石海峡大橋と大鳴門橋です。この3つ確認してみます。今見たのが明石から淡路島、明石海峡大橋、そして淡路島から四国の鳴門までが大鳴門橋です。それ以外に岡山倉敷を通ってくるルート、瀬戸大橋です。JR の問題で加算額が発生するというところです。最後はもっと西の方、尾道と今治を結ぶいわゆる島並海道です。ここは四国の愛媛県でまた触れると思います。その二つの橋の経由地である淡路島。伝説では日本列島の始まりの地と伝わっています。見どころはそれにちなんだ神社とか、あるいは京の松原などです。次は代表的な観光資源です。まず温泉です。温泉は次の三つを取り上げます。まず有馬温泉。神戸市にあります。知名度は高く、日本有数の温泉地と言えるでしょう。次は、城崎温泉。豊岡市にあります。7つある共同浴場の外湯、これを回る外湯巡りで知られています。3つ目は湯村温泉。西部の山あいにある温泉です。NHK のドラマで有名になりましたと紹介するのが一般的ですが、40年以上前の話なので知らない人も多いかもしれません。平安時代に見つかった古湯です。最後に特産品、田島の小京都伊豆市で焼かれるのが伊豆市焼きです。高品質の白磁が特徴です。その伊豆市はまた蕎麦の産地でもあります。特徴は今の伊豆市焼きの小皿に盛り付けることで皿蕎麦と呼ばれています。冬の日本海ではカニが多く取れます。兵庫ではカスミというところが特に有名です。以上で観光地での第6回を終わります。お疲れ様でした。